はい、こちら上島コーヒーでですね、マイヤーレモンミルクコーヒーということでちょっと休憩してます。はい、ごちそうさまでした。レモンの香りと味ですごくさっぱりとした美味しいコーヒーでした。はい、このようにですね、ちょっとイソバンドに対する移り方とノイズの乗り方っていうのをちょっと調べてみようと思って、本日夜なんですけど今桜の音に来て、このようにですねスマートフォンで撮影してみてます。まあ、こちらの方が正直操作もしやすいしとっても使いやすいですね。じゃあこれから比較していきたいと思います。撮影方式なんですけど 4K の24フレーム、シャッター速度は25分の1秒ですね。でこちらでその ISO 感度を変えていこうと思っています。で今 ISO が800になってますね。800だとこれぐらいの写りです。はい、続きまして ISO 感度1000です。1000だとこのような感じですね。ノイズだとか写りとかいかがでしょうか。はい、続きまして ISO 感度は1250まで上がりましたね。結構見えるようになってきたかなと思います。ではこの後進んでいきます。はい、続きまして ISO 1600でこのような画像になります。まあ、結構明るく綺麗に撮れてきてるかなと思いますが、ノイズだとかはどうでしょう。はい、続きまして ISO 感度2000ですね。2000だとまあ本当結構明るく映ってるんじゃないかなと思います。これでセンサーサイズ大きいこの1インチのモジュールとかになったらどういう風に変わるのかなっていうのも楽しみですね。はい、続きまして ISO 感度2500になります。ここまで来るともうかなり明るく、肉眼よりちょっと明るいんじゃないかなぐらいの感じで映ってる感じがしますね。ただ背面モニターとスマートフォンのプレビュー画面だけなのでちょっとわからないです。はい、現在が ISO 感度3200になりました。一応ですね、今また、通信エラーが起きたみたいで本体再起動されましたけど、まあ、不安定さは、まあ、こんな感じかなと、今後に期待ですね。はい、現在が ISO 感度6400です。こんぐらいになってくると本当お昼のような明るさかなと思いますけど、ノイズ感だとかその画像のですね精細感とかどうかなと思います。またですね、連続で通信が途絶えました。これはアプリケーション側の問題かなっていう感じだと思います。本体の方は起動し続けているので本体の方はまあ安定しているかなという感じですね。はい、今ですねあえて暗い方の道に来てみました。でちょっと風も吹いているのと電車が通ったりとかで、まあ、音の感じとかつうのも分かりやすかったと思います。今日はですねステレオモードで収録しております。それでですね ISO は6400のまま撮影しております。まあ、これでその手ぶれ補正だとか画像の感じとかっていうのも分かるかなと思います。今周り真っ暗なところなんですけどどうですかね。でですね、手ぶれ補正がですねこの真っ暗の中でどれぐらいこうぶれずに使えるかっていうのが結構 DJI アクション2との違いを楽しむっていうところで重要な項目なのかなと思います。まあ、DJI アクション2の方はちょっと手ぶれ補正が微妙な感じもあるので、こうですね川とかどういう風に映るかな。割とこう桜と空の感じとかっていうのはしっかり映ってますが、パソコンで編集するときどうなってるのか楽しみに見てみたいと思います。はい、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。ですね、こちらのチャンネルではこのように動画や写真のこととかいろいろこう YouTube チャンネルで運営させていただいておりまして、ぜひですね質問や、まあ、要望とかですねそういうものございましたらコメント等でこうコミュニケーションいただけると嬉しく思いますので、お待ちしております。よろしくお願いいたします。
はい、本日はですね、そのカフェの動画と、あと、ISO感度ですね、それに応じてどのように撮影できる感じが変わるかというテストから入らさせていただきました。で、今ですね、このように、スマートフォンをですね、モニター代わりに使って、このように収録をしてみております。まあ、普段はこう、照明とかちゃんと焚いて、α7-4 なり、GH6 なりで、撮影してるんですけど、まあ、今日はこのようにちょっと、インスタ 360-1RS をですね、使ってメインで収録していこうと思ってます。だから本日の内容なんですけど、こちらですね。このパソコンの画面上なんでちょっとわかりにくいとは思うんですけど、このインスタ360の、インスタ360スタジオという PC 版のですね、デスクトップ編集アプリになります。まあ、それの機能っていうのをですね、さらっとこうちょっと解説してみようかなと思いました。はい、それではですね、早速、ちょっとごめんなさい、突然なんですけど、このやっぱりこういう風にモニタリングできるってとってもいいですね。手元でこう見ながら、どういう風に映ってんのかなって、こう時々チェックをできるっていうのが本当楽だなっていうのを感じました。まあ、全面のモニターがないのが、このインスタ 360-1RS のちょっと弱点って言われてるんですけど、まあ、スマートフォンにつなげてしまえばそれで解決ですね。まあ、この辺はちょっと運用の方法とかっていうの個人差はあれど、私はこの方法でいいんじゃないかなっていうふうに思っております。液晶前面についていてもとっても小さかったら何も見えないですからね。ということでですね、パソコンの方の画面に移りたいと思います。はい、それではですね、このインスタ360スタジオ2022ということで、まあ、こちらのですね、すごく簡単な使い方というのを本日お話ししていきたいと思います。まあ、まずはですね、このメモリーカードとかフォルダーとか、こう、エクスポートされたファイルとかいろいろ項目ありますけど、カメラの方にですね、この、編集したい動画を取り込むっていう作業が必要になります。で、このプラスのボタンを押すとですね、はい、このようにですね、このファイルを開くというところを押しますと、フォルダが開きます。で、こちらのプラスのボタンでも同じような作用がありますね。で、こうずらーっとファイルが並んでいますが、これで編集できるソフトは、このどうやらなんですけど、頭にこのプロとついているファイルのようです。他の動画っていうのも編集とか自体はできるんですけど、一般的な編集だけで、今回の説明したい趣旨からはちょっとずれてしまうので、今回は除外したいと思います。で、このプロ、はい、アンダーバー VID とついているですね、こう、編集をしていく動画を読み込んでみます。で、ここで注意なのが、私のこの環境下ではなんですけど、この00というところが01と書いているファイルに関しては、プレビュー用の画質がとっても悪い、動画のようです。それで、まあ、最初ちょっと汚い動画をアップしてしまったんですけど、まあ、そうだったんだなっていうのを、まあ、改めてこう、使ってみて、気がつきました。まあその説はちょっと申し訳なかったです。で、まあ使い方なんですけど、こちらにこの書いてあるという回転ですね。これ回転をサポートしていませんということで、サポートしているファイル形状の場合はできるようですね。で、あとこちらがスクリーンショットを撮る。まあスクリーンショットですね。そのこの画面の動画をですね、こう写真のように切り取って、PC 内に保存できる機能です。で、こちらがフルスクリーンモードですね。このように。なります。で、あとこちらで、こう動画の、こちらの場合、動画のですね、サイズではなく、このタイムラインですね。タイムラインのサイズっていうのをこちらで変更することができます。なので、細かく、こちら、インスタ360スタジオでですね、編集をしていきたい場合っていうのは、こちらでタイムラインの調整をしていただき、調整していくといいかもしれないですね。で、このモーションブラーも、対応しているファイルの場合っていうのは調整できるみたいですね。モーションブラーっていうのは、その動画が動いた後にですね、どれぐらいこう残像を残すかみたいな感じ。ざっくり言うとそんな感じです。で、あとこちらがタイムシフト。タイムシフトは要は時間を縮めるみたいな感じで、動画をこうずらーっと長く撮っている時に、カットではなくですね、その部分を残して短くしたりとかっていうことをして、この動画の中に不要と思われるところを残してこう有効活用するような機能っていうふうに考えるといいかもしれないですね。まあ、細かい使い方とか正しい使い方っていうのは私ちょっとわからないんですけど、私はそういうふうに使っております。で、こちらが再生音量ということで、まあ、再生するときどのような音量を流すかですね。で、こちらがトリム終了位置に設定。これはカット編集のところになりますね。こっからここまでをどのように編集しますかみたいな形で、このあたり使っていくみたいです。ただ私ごめんなさい。編集の方ではこのソフト使っていないので、今日はそちらの説明というのを省かせていただきます。で、まずですね、この大事なのがこの右上のこのそれぞれの項目ですね。ここの手ブレ補正の種類というところを開きますと、
まあこの有効化できる補正、この場合フローステートの手ブレ補正っていうのがまあありますが、これをオンにしたりオフにしたりとかできるわけですね。まあ、オフにするとこう若干画面が広くなりますけど、その代わりこうガタガタな画面、このようにですね。でもこれをオンにしますとですね、このようにこうスムーズな画面に切り替わるわけです。よいしょ。で続きまして、こちらがまあ、この手ブレ補正の種類の下がメディアの処理というところですね。これがとても私面白いなと思いました。この上の部分っていうのがまあちょっと最後に回したいんですけど、まずこのノイズキャンセル、これ音声ですね。このボイスフォーカス、私この時は風切り音防止の本体内の設定でしておりましたが、このノイズキャンセルに関してはこちらボイスフォーカスとノイズ低減ということで、ボイスフォーカスっていうのは喋ってる声にこう焦点を当てて処理してくれる機能です。でノイズ低減っていうのはこの外音が流れているところに不要な音が入っているっていうのを軽減できる機能ですね。ただ注意点としてはこれどちらか1個しかこう選択できないです。まあ現在ちょっとこちらの動画で確認させて、動画でですね、この確認作業っていう時に音の方はちょっと入ってないと思うので、こちらはまあそれぞれ試されてみるといいかもしれないですね。ちなみに私のアップしてる動画っていうのの 6K のワイド画面のところはノイズキャンセルをオンにしてですね、このボイスフォーカスっていうモードでアップしてみております。で画像の処理、こちらは色彩鮮やかとアクアビジョン 2.0 っていうのがありました。おそらくこれは水中で撮影した時のモードでしょうね。で色彩鮮やかっていうのはもうご覧の通り、こういうようにこう色をですね、綺麗に鮮やかに映してくれる機能になります。まああと例えばこの動画のこういう赤のところとか見ていていただくと分かりやすいと思うんですけど、こう明るくなって鮮やかになりますね。まあこれ簡易的なカラーコレクション、カラーグレーディングができるような機能になります。こうですね。でこちらのファイルだとごめんなさい、ちょっとこれ説明しにくかったんで今パッとファイル変えちゃいますね。はい、ちょっとですね、ファイルの方を直しました。でこちらにこう桜とかあるとですね、この色鮮やかっていう機能がこうどのように変わるかって分かりやすいかと思いますね。こうしっかりと綺麗に明るく映してくれます。でここの部分でですね、こう手ブレ補正ですね、このようにテストしておりますが、まあ元の画像ですとこのようにこうしっかり振った分だけこのように動いちゃうんですね。それを例えばなんですけど、この45度水平6ということで、この水平維持の機能がありまして、これをすることによって、まあ、画角ってこのようにちょっと狭くなっちゃうんですよ。でもですね、こちら見ててくださいね、面白いんですよこれ。はい、ここ振ってるのがこのようにですね、全くブレずにこのように補正しっかりされるわけですね。でこの後ですね、ここですね、このようにぐるぐる回していたところがあるんですよ。まあ、こちらがちょっとごめんなさい、気持ち悪くなっちゃうかもしれないんですけど、画像的にこう何も編集してないとこういう感じなんですね。ただこの場合この360度ぐるぐる回転してるので、この45度水平ロックって押しても実はなんですけど、こう編集がというか補正が追っつかないんですよ。でこのその下に360度水平ロックってありまして、でこちらを押すとですね、さらに画角って狭くなっちゃうんですよ。このようにですね、45度と比べてもこれだけぐっと狭まっちゃいます。それでもですが見ててください。はい、ここ回ってますね。このちょっと補正してるのでモザイクかかった、ブラかかったようになってしまってますけど、まあ、これがその回っているのを360度こういうふうに補正してくれて、まあこう水平を維持したままですね、再生してくれるっていう機能になります。まあ、こういうふうに後から編集できていろいろと面白いですよね。あとはこう広い画面をこう映してたりとかするとき、まあ、このような感じのところがいいかな。これの場合っていうのはこの水平ロックだとこれだけの画角になってしまいますが、まあ、45度とかだとまあこれだけ広がります。でこのあたりにですね、いろいろこうさらに上に FPV アクションビュー超広角、広角リニア、強角とありますが、強角っていうのが一番狭いモードですね。まあそれでも、まあそれにしてしまうとですね、こう45度水平ロックよりもこう狭くはなるんですけど、歪みとかですね、そういうのをこうしっかり補正してくれているモードになります。でリニアっていうのも同じでして、こちらもこう水平ですよね。こう歪んだレンズこの広角レンズなんで歪むんですけど、それをこう歪んでない状態に戻してくれるという機能があります。この強角とリニアっていうのはこの歪みがないモードですね。で強角は45度より若干狭く、リニアは45度より若干広くなっております。でさらにここから上っていうのは、まあ、ちょっと歪みが出てくるモードになります。広角モードというのはこうこのようにですね、歪みはまあ最小限だけど、
若干歪んでもこう広く写したいっていうものですね。この辺とか見ると分かりやすいですね、このカードの部分とか。でさらにこれを超広角にしますとここまでこう広がります。ただ広角と超広角がこう見ると意外と差は少ないのかなという印象です。こちらの木の白いものですね、なんかシールみたいなのを見ていただくと分かりやすいかと思います。でアクションビューというのはこちらが、横に広くなってるのかな、この横の部分をですね広くしてるんだと思います。画面の隅をですねこうさらに広く映すようにして、若干この辺の動く形とかですね見ていただくと分かりやすいと思いますけど、真ん中の方っていうのはこの歪みあんまりなく、周辺はもう歪んででもこの情報を取り入れようとしているようなモードだと思いますね、このように。で FPV っていうのはこの一人称目線ですね、我々が見ている状態にこう近い状態にしてくれる。なのでこの歪みっていうのもまあこうデジタル補正になるのかな、補正をしながら超広角、もうアクションビューの画角のまま画角に近い状態、もうそれよりも広いのかっていう感じでこう補正して、できるだけこう広い画面を映しながら歪みっていうのも最小限にしてくれるモードみたいですね。こういうふうに見比べてみると FPV がこの画角とこのような映りで、アクションビューがこのように周辺が歪んででもいろんなものを取り入れようとしている、このような感じで違いますね。で超広角がこれよりさらにこう広がり、でできるだけ歪みっていうのもまあ最小限にしている。で広角っていうのが歪みは最小限で、さらにこう真ん中の方をこう切り取ったような画質で画像ですね。でリニアはそこがさらに周辺の部分をカットして歪みっていうのを極力なくしているモードで、強角はさらにそれが狭くなってる感じです。でこれさらに45度の水平6、45度ぐらいまでだったら水平を保ったまま再生してくれる。で360度水平6というのはぐるぐる回しててもですね、正面をこう地面をこう重力を感知して真ん中を水平にですね映してくれるモードになります。まあ、このような処理がこう簡単にメディア処理というところでできます。まあ、こちらが本当にメインな機能ですね。でこちらがプロジェクトの管理というところで、プロジェクトを作ってこの動画をどういうふうにしていきますかっていうのをこちらにこう保存していくことができます。管理していくことができます。でファイルの情報というのがどのように撮影しましたっていうのが出てますね。このオーディオモード、風切り音、低減モードとか、ファイルのサイズがこんぐらいありますとか、作成日時がこんぐらいです、時刻ですね。で解像度、フレームレート、ビットレート、再生時間、でシリアル漫画シリアル番号とかですね、このように必要な情報というのがバーッと出てきます。でじゃあこの動画をどうしましょうと、書き出しましょうとなった時にはこの黄色いボタンですね、こちらを押しますとこのようにですね、どこに書き出しますみたいな感じで出てくるんですよ。まずこのファイル名、こちらがそのファイルの名前ですね。まあこれを例えばテストとします。でファイルパスというのがその書き出したいフォルダのところですね。でプリセットパラメーターというのはまあこの状態で編集しますというのを保存できるようですね。まあ、これどのようにちょっと使っていくのかっていうのがわからないんですが、まずはちょっと書き出しのところを説明したいと思います。で、ビットレートはその画像をどれだけ綺麗にしていきますかっていうことですね。こう元の状態に近ければ近いほどこうビットレートって大きくした方がいいですけど、劣化してでもこう画像っていうのが若干悪くなってでもコンパクトにしたい場合っていうのはこのビットレートを下げていく感じになりますね。で、解像度はこれ 4K なので、このままです。で、これをフル HD とかに変更したい場合は、それぞれの数字に合わせて変更するといいですね。で、フレームレートっていうのもこちらで変更できるファイルはこちらで選択できます。で、エンコードフォーマット。で、こちらがですね、この H264、H265 とプロレス422とありますが、まあ、プロレス422が一番こう、低圧縮な、綺麗な画像で出力できるものです。で、265っていうのが高圧縮なんだけど画像は綺麗というものですね。で264っていうのが一番今こう主流で使われているファイル形式で、まあの画像はそこそこ綺麗に、ただ圧縮率が低めで、265と264の優位性で言えば265に対応しているソフトを使うのであれば265の方がいいかなと思います。でこの流浄感の除去というところで、編集してしまうとこうどうしてもこうノイズが乗りやすかったりだとかですね、あとこの暗所と明るいところとでこのノイズの乗り方とか違ったりとかするんですけど、そのノイズがこう粒状になって見えることがあるんですよ。この辺とか分かりやすいですね。っていうのをこの AI エフェクトで流浄感の除去ということができるので、こちらをチェックして書き出すことによってこのブツブツ感っていうのが少し減るんだと思います。でまあ Q に追加ということにしておくと、まあそれをこういろんな動画をこういうふうに編集して貯めておいて、後で最後にこうエクスポートを開始するという形にすればまとめて書き出せるのかなというふうに思います。まあ、この辺私はもうこれを適用するファイルっていうのが本当限られているのであんまり使いこなせてはいないんですけど、ざっくりとした使い方ではこんな感じですね。あともう一つですね、こちら
これがですね、あの 6K ですね。よいしょ。6K ワイドスクリーンモードなんですけど、まあこれ手ブレ補正っていうのを、その前にこの鮮やかをちょっと一度消しましょう。元はこんな感じなんですよ。で、このノイズキャンセルっていうところで、まあこの音ですね、を調整して、このアクアビジョン。これちょっと試してみましょうか。このようにですね、水の中に入ると失われがちな色っていうのが集中して出てきます。赤ですね。というところで必要に応じてこのモードっていうのを使いますね。で、色鮮やかっていうのは先ほども試しましたが、このように綺麗に鮮やかに明るく、綺麗にですね、補正してくれるモードです。で、こちらもこのように再生すると、手をですね、手すりに置いて使用したので、この程度の手ブレになってますけど、どこかでこう手ブレをちょっとテストしてるはずなんですよ。ここですね。ここでこう手ブレのテストを私がしておりまして、ここの部分。これが今、補正されてしまってるので、この補正を切りましょう。そうするとですね、こういう風に振ってるんですよ。で、まあ、こういう風に振ってるのが、この手ブレ補正をオンにすることによって、この程度にこう収まってしまうわけです。ただ、こう、見比べてみていただくとわかるんですけど、手ブレ補正をオフにするとですね、このように画角って広くなりますが、オンにすると、このように狭くなります。なのでですね、この一番広い画像で、しっかりと撮影したい場合っていうのはジンバルが必要になるのかなと思いますね。まあただこのソフト内でこれだけのクロップ率でですね、クロップっていうのはこの画像が小さくなるっていう現象なんですけど、クロップ率で手ブレがここまでこう優秀に補修されるのであれば、まあそのジンバルを使わないっていう選択肢もありだと思うんですよ。十分綺麗に撮影できますからね。はい、こちらがその 6K での編集の画面になります。こちらですね、このように 6016×2560 ということで 6K ワイドスクリーンモードということになっています。はい、それではソフトの使用方法っていうのは簡単なんですけど、このように説明させていただきました。はい、実はですね、今手持ちで収録しているので結構左手が疲れてきましたということでですね、動画の方で、まあ、簡単なソフトの使い方っていうのをこう一連の流れで説明させていただきましたけど、いかがでしたでしょうか。まあ、こちらのソフトでかなりこう高度な編集までできてしまうので、まあ、360度モジュールですね。こちらがあったらまたちょっと違うのかもしれないんですけど、この 4K ブーストモジュールですと、こういう風に簡単にフローステートもですね、後からの編集とかっていうのができます。まあ、結構簡単だし、便利だし、一度こう書き出してしまって、ダヴィンチやプレミア、その他のソフトで改めて編集をし直すって方法もいいかと思います。私は今このインスタ360スタジオというソフトでは編集は完結せずにですね、まあ、各補正をつけた上で、ダヴィンチリゾルブスタジオの方に移動して動画の方を完成させております。まあ本当、使いやすいアプリだと思いますよ。あとですね、書き出しの速度が速いのが結構いいです。例えばなんですけど、そのソニーさんのこう純正の手ブレ補正ソフト、カタリストブラウズとかっていうのになると、書き出すのめちゃくちゃ遅いんですよ。そういうところがこちらのソフトはかなり速いので、まあ本編集までスムーズにいけるな、という印象です。今ちょっとごめんなさい、画角の確認していました。という感じでですね、今回はこのインスタ 361RS のですね、まあ、ちょこっとこう突っ込んだソフトでの編集の、まあ、入り口の仕方ですね、そちらの方解説させていただきました。はい、こちらのチャンネルでですね、このように、アクションカムをはじめ、カメラ関係ですね、動画や写真、まあ、あと私の大好きなオールレンズ等の情報っていうのを発信させていただいております。ぜひですね、一緒に楽しんでいっていただける方はチャンネルのご登録と、私の励みになりますので、スマートフォンを手放して、グッドボタンいただければと思います。で、あとですね、冒頭申し上げました通り、コメントとですね、コミュニケーションいただけるととっても嬉しく思いますので、お待ちしております。はい、それでは本日のこのインスタ 361RS 手持ちで、左手がプルプルしてきましたというところでこう収録してみました。はい、それでは本日もありがとうございました。では、失礼いたします。バッ。